なるほど。やりにくそれ取られるか、うん、おはようございます。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 プロフィット陣営です。村です。でもめっちゃつっこれはゆみさんが押してた方がボタンが一つ減らなくてよかったですね。なんでなんで釣らないで釣らないで待て ギリギリだな強制守護天使危ないな強制守護天使強制守護天使きついな練習してもらっていや確かにそれはたお今のはなんだ今のはなんだなんすか今エンジン今誰だツナパイさんと熱血さんとアキラさん僕が最後に、メインホール側から入ってきました、はい、であゆみさんと並走するように、はい、ちょっと待ってください。今どこの話してますか。エンジンルームです。エンジンルームです。あ絶対俺じゃないですよそれ。あ変身されてる感じ可能性が、ね、ハイブリさんに変身して直前まで翼さんとサーチさんと展望で聞いてました。あいましたいました。結構直前までです、ね、あなるほど。今いたの現場にいたのがハイブリ熱血、はいでアキラさんですよね。はい。じゃあそれ以外でスナパイさんと澤地さんと翼さん、あと翔平さんをあの右のラウンジで見てる。ラウンジ内アーカイブで見てるので、あじゃあトータスチョスさんのどっちか、はい、トータスさんは右直します。右直しますね。はい見てます。あじゃあチョスさんじゃん。最後にリフト使って上がりました。はい、私ちなみにエンジニアなんですけど、私エレキでガチャガチャタスクやってたんです。ずっと最後までやってましたね。あ直前にいた。そもそも、南さんが先に死んでて、であゆみさんと一緒にバイタル見て、であゆみさんが、左の方に向かっていくのを見送って、私はもうずっとエレキにガチャガチャやってたんですけど放置して。ちなみにもう一個死体見つけてて、あそこにありました。南さんか。セキュリティに南さんの死体ありました。結局か。あマジか。はい、私の相方はだから、スナパイさんをかばった方がいたと思って、いろんな対抗位置になるのかな、わかんない。スナパイさんが、あれですよね、キッチン、どこから来られたんですか。確かに、先ほから行く。そこ次第ではって感じだったなっていう。はい、自分を触ると説明します。はい、僕、熱血さんと2人で貨物で分けまして、はい。はい、で、貨物でタスクを2つこなした後に、下ルートを通って、エレキを通り抜け、セキュリティを通り抜け、キッチンに入りました。じゃあセキュリティでもうすでに死んでいるはずなので、いえ、スナパイさんラウンジ、スナパイさんラウンジ側から来られてませんでしたっけ。僕トイレの前ですれ違った記憶があるんですが、行っていません。あれ僕上側行きま、僕上から行きました。貨物から上ルートです。トスは停電最速で直してます。ちなみにハイブリさんとか見てくれてると思う。あれ今のでなんで私になるの。スナパイさんな、わかんない。私はスナパイさんに入れちゃったけど、皆さん視点スナパイさんやったら、タスさんをとりあえず確実にお願いします。はい、はい、落ちました。チョスさん、ちょ、ごめんなさい。チョスさん、エンジニアでしたね。あ、エンジニアです。はい。今、右下で停、昇降機の右下で停電直して、ベントで左側なんで、ボタンしてます。はい、で、私、釣りでもいいと思うんですけど、
その前に確認したいのは、スナパイさんを金なんかどっかで一緒になったっていう話をされてた方がいたと思うんですけど、翔平が、結構序盤なんですけど、僕アーカイブに湧いてアーカイブのタスクを呼んで、そこじゃなくて多分スバッサーさんと沢地さんが展望デッキで、スバッサーが、武器庫とかキッチン、武器庫の方からキッチンに入ってみたいな感じだったんですけど、そこで、スナパイさんを見て、スナパイさんが展望デッキで、沢地さんと一緒に、なったのを確認したので、その死んでないかなと思って確認したりとかしに行ってました、なんでその上の方のキル、そのエンジンルームとかの関わるのはちょっとむずいかなっていう話をしたんですけども、セキュリティは分かんないよっていう感じでした、僕の意見としては。あ、なるほど。一応まとめると、エンジンルームだったら、そのチョスさんかスナパイさんどちらかですね、ですね、変身してるかしてないかでチョスさんが上がるで、セキュリティもそうなんですけど、そもそもなんですけど、絶対1分以上経ってるんで、なるほど、はい、30秒は経ってますね、自分も見てた。だから割とみんないける。そうなんですよ。だからそもそも2キルかどうかすら怪しいので、ただキルのタイミングなんですけど、あゆみさんがバイタルのダウンロードをやっていて、その後僕がバイタルを見てるんですけど、その時はまだ誰も死んでなくて、その後に僕がエレクトリカルに入って、確かアキラさん、チョスさんをお見かけしてるっていう構図なので、絶対二郎がそれぞれキルしてます。これじゃあ相方1、はい、あ、ごめんなさい、どうぞ。あ、ごめんなさい、私シントムで発言したくて、私展望デッキで停電を最速に直してすぐ停電だったと思うんですけど、その時に、一緒に直してきてたのが、南さんとハイブリッドさんだったと思うんですね。それが南さんの最終目撃かなと思ってて、その後私、石油エレキバイタルって言ってて、あゆみさんを目撃したっていう経緯なんですけど、ハイブリさんから南さんの情報出ないのかなとちょっと思ってました。そもそも僕南さんのではなくて、目の前で、あゆみさんが切られているので、そっちの情報を精査していたっていう感じですね。出してたと。そうです、そうです。はい、私死んでからでもいいんで、南さんの情報を精査してほしいかなと思ってます。はい、スナパイさんの方じゃないの？目の前で切られてます。僕、あゆみさんとメインホールから左に入って、あゆみさんに切られました。スナパイさんの方は私かスナパイさんしかできないって話ですよね。そうです、そうです。うん、あゆみさんがそうやね。だから、そっちはもう精査できているので、はい、南さんの情報は、はい、マジか。どこだろう。じゃあ沢地さんと、あと東田さんが右直したのかな。いや、右直したんは翔平が直しました。翔平さんか。で、東田さんはというか乗って左に来てましたよね。はい。そこに沢地明がいます。はい。で、右に翔平ツバッサーさんがいてたんで。はい、入ってます。ハイブリさんかなっていう感じ。あれ今メインです。ハイブリさんメインで誰と言いますか、ハイブリさん。うん、単独です。もしかして熱血さんと言いませんか。熱血さんはね、所定キッチン脇だと思います。キッチンの方にいました。で、左の方に僕展望デッキの方に行ってダウンロードじゃない、アップロードしてるんやけど、その後僕セキュリティエレクトリカルメインと言っているので、武器庫の方に行かれてるから、左側で直してる人が僕の容疑者位置です。なので僕視点は、ね、トータスさんともう一人右側にいたのが沢地さん、翔平さん。あ、そうですね。だったらこの二人が白っぽいかなぐらい。で、沢地明が左側で、沢地明は沢地さんの方が先です。で、明の方が後です。ただその前に翔平さんと会ってます。エンジンで。そう、明さんと翔平エンジンで会ってるんですけど、すれ違った後に衝突回避が鳴り始め、明さんってその後タスクかなんかやってました？タスク1個だけやっていきました。ああ、なるほど、はい。なんか左側にいて、全然引き返してこないし、そのセキュリティじゃない、コミサボ方面のドアも開けないから、何をやってるんだろうってちょっと疑っていたんですが。エンジンの左上のタスクを1個だけ、配線タスクだけやっていきました。あ、ちなみにアキラさん、しかも最初多分あれですね、
昇降機の方のね、宿舎前脇なんですかね、宿舎前の方から降りてきましたよね。はい、宿舎前脇で、エンジンに降りて直して宿舎前に戻ってますね。うん、一応ボタンも押されてるから下行き消しの可能性が僕にはあるのと、なるほど、浮き位置なのは重々承知しているんですが、そもそも先ほどのキルのタイミングがありますよね、あゆみさんとみなみさんの時のタイミングで、うん、昇降機の、じゃあリアクターの左を直しているのがハイブリです、うん、その時点で、でその時に2キルが起きてるんです。なので僕が外れます。僕はほぼ隠し白位置です。あるっつってだからできやんことはないと思う。僕が1分ぐらいあると言ったんですが、僕が言ったことに否定されてます。うん、そうですね。はい。ああ。ああ。ちなみにとったサイエンティストです。オッケー。オッケーです。はい。サボタンシュがやりにくくてしゃあないよ。ボタン。はい。これって今二ロイル可能性ってあります？ないです。ほぼない。ほぼないです、ね。そうだけど容疑者は二ロいるのであれば、スナパイさんチョスさんのどちらかが絶対インポスターで確定。そもそもハイブリアキラさん、もう一人が翔平さんでしたっけ？ネケツさんでしたっけ？うん、はい、で一緒にそのスナパイさんが切ってるとこ見てるじゃないですか。そうですね。なので。スナパイさんの主張としては変身されていたになって、はい、変身しているとしたら浮き位置はチョスさんしかなかったのでチョスさんが変身していた、うん、でチョスさん視点は自分はエレクトリカルにいたとおっしゃっていたのでスナパイさんがそのままインポスターだった。なので 100% 1インポスター落ちてます。ツバッサーさんって、はい、別れた後展望デッキ別れた後あのターン何してたんですか？展望デッキで別れた後、一回キッチンと武器庫の方に行こうとしたんですけど、スナパイさんとすれ違ったので、スナパイさんが、サーチさん殺してたらまずいなと思って、一回ちょっと見に戻って、みたいな感じのことをしておりました。その後ですよ、サーチがセキュリティ行った時。あ、その後。その後は、武器庫ぐらいで、ボタンですかね。ボタンじゃないわ、通報ですかね。沢地さん視点ってスバッサーさんが変身して弁当で飛んだりとかって可能性があるんですか？あれですね、エンジンで殺されてたんですよね。エンジンで殺してますね。じゃあ別れた後に沢地はセキュリティまで行けてるんですよ、うん、はいはいはい。なんでまあ、あ、そうだそうだ、変身してそこで目の前に殺すやったら間に合うぐらいなんですけど、ハイブリさんはその偽スナパイさんといつから一緒にいたんですか？いや僕だからリフト左側を直して宿舎から降りていったら目の前でキルです。コミュニケーションの、じゃない、エンジンルームの、キルした瞬間しか見てないからどっから来たか知らない。目の前でキル、メインホールに入る、むしろ、死体を通り過ぎてましたよね、ハイブリさん。あ、通り過ぎた。ごめんね、これを言うとあんまり良くないんだけど、アップデートで UI が変わってて押しそびれた。あー、それはもう、はい、それはマジで分かります、分かります。なるほどね、ハイブリさんちょっと臭いなと思ったのがそこだったので、それだと、なので、まあ、これは白要素が入れなくていいです。そうですね、うん、はい。なるほど。お、守った。ナイス。誰か守ったんだ。ただ守ったって言ってもこれ、うん、守るボタンを押したら守ったって出るので、うん、はい、まあ、成功したか成功してないかは分からない、分からないですね、うん、はい、うん、誰かすれ違いました。今トータスさんとすれ違いましたよ。ああ、僕はもちろんハイブリさんとアキラさんとすれ違ったんですけど、うん、他の人のはお互いになんかすれ違ったとかあったら、はい、あ、翔平です、誰ともすれ違っていません。序盤、はい、バスターは沢地さんとどっかですれ違ったとか。すいません、
どっかです。なんか、まあ、ちょうどええ加減はハイブリさんやと思うけど。そもそも俺、脇と一緒やったかなと思う。ハイブリさん、どのルートで、どのルートでエレキへ最後来たんですか？メインセキュリティ。あ、セキュリティか。そうそうそう。もう、湧いてすぐテープタスクしに行ってる。うん。今、バイタルの扉を開けようと思って開けれてません。そうですね。それぐらいやと思います。すれ違ったのが、結局、アキラ、トータスになるとすれ違ったんですか？ハイブリさんとアキラさんですね。最後にハイブリさん、アキラさんの順番ですれ違ってます。じゃあ、その3人の誰かに対して守護したんですよね。ただごめんなさい、翔平は、停電中に配線をやっているので、その間に誰かが近づいてきていた場合はわからないです。なるほど。なるほど。まあ、あの、なんでしょう。まあ、多分、これで釣るには至らんかな。いいかなと思ってますけど。さすがにもう、あと2浪の線はなしなのかな、キルペース的にも。あ、そうですね。2浪あるとしたら、そのさっき沢地さんが言ってたツバッサーさんになっちゃうので、僕はあんまりそれを追ってなくて、うんうん、それはちょっと勘弁してほしいなって感じだよ。その軸はないもんな。だから多分もうアキラハイブリだと思いますよ。うん、うん、僕もアキラさんで終わると思ってるけど、別に僕タスク終わるんでどっちでもいいですよ、うん、別にいいなと思って。タスクはいい感じかな。僕も翔平はもうちょっと終わんないです。すみません、うん、割といい感じじゃない、3個残りぐらいが。あー、そういうやつね、本当に申し訳ない。いや、俺もいっぱい残ってるんですよ。あ、本当ですか。ちょいちょいバイタル見てるんで。今回めっちゃ悪い回り方しちゃったのか、全然終わんないですよね。それとありますよ。翔平さん結構死体探そうとしてたから。なるほど。あー、それもある。いいです。ありがとうございます。あんだけ右におったら死んでないやろうと思って。そうです。静かに、静かに、静かに何か押したな。貨物の合わせるやつすげえむずい。あれ、ドラッグしっぱなしですね。ここ押しっぱなしで回すといいですね。なるほど、スイッチでそれができるのかどうか。あれ、コントローラーでやると、めちゃめちゃ、うん、スティックややこしい。スティックを倒しっぱなしのまま左右操作でやりづらいです。なるほど、はい、了解しました。頑張りましょう。なるほど。2回も守られたよ。お、ナイスー。おー、いいね。時々バイタル見ててずっと秒数数えてました。一回も死ねへんと思いながら。ずっとバイタル数えてました。あ、見てました。はい、僕も科学者なんで。これはアドミン見たら宿舎前通路にずっと2ついてたから心配になって行ったら、ああ、ただただ金庫にいたわ。タスクいい感じっすね。はい、待ってまーす。翔平は無事に終わりました。こう、終わりました。もう守護天使も守らなくて大丈夫ですか。アキラがあと2個です。もうすぐ終わるやつなんで、すぐ終わります。ああ、トッタスさん、サワチ殺そうとしてたんですか。いや、違う。
殺そうとしてたらもっと早い段階で殺してると思います。僕はバイタル見ながらやったんで、沢井さん大丈夫やでって言いながらこうちょいちょい。あ、なるほど、そっかそっか、はい、バイタル見れるやつですね。はい、バイタル見れます。よかったよかった。まだ入ってんだ。僕じゃないですよ。みんなで船を降りようという意思がないのか。南さん強かった。いやすいません、肉に守りました。ありがとうございます。ナイス。なるほど、これ私が守護天使だったらこの村は一瞬で終わってますね。